トゥ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 。こっち側なんかあんじゃないの？なーんにも。待って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 。待って、あのさ、今日心が張り裂けそうだ。いろいろ。ペーパーマリオの配信から見始めてくれているおにぎりの皆さん、ですね、マリオストーリーで僕はこいつを抹殺したんですよね。いろんなことがありまして、ふにゃ、僕コブロン、南の島は今日もいい天気だから、この子別個体ですね、前回のと。こんなに天気がいいと気分もすっきり爽快だね。これは持ち物がとりあえずは何か一つ減らしたいところではあるね。ハニーシロップ1個飲むか。待って、殴ったことで今回はタンコブが出ないかもしれない。出るね。ふにゃー、叩かないでよー。だよねー。ちゅうことで、やばい、あ、海に落ちる待って待って、海に落ちちゃう、海に落ちちゃう。ハニーシロップ飲んで、いやあ！マジ？ほんまか、あいつ。これさ、エリア移動したらもう一回出んのかな。今回ももしかしてなんだけど、どれ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 。過去一番の絶叫だった。あー、出てくるなー、出てくるなー。とても珍しい生き物で、今では めったに見ることができないんですって。このコブロンを叩くとタンコブを落としていくんだけど、これが結構美味しいらしいの。しかも食通の間では結構な値段で取引されているようよ。とても貴重なんですって。でも何の罪もない生き物をむやみに叩いたりしちゃダメ。分かってるわね、マリオ。ふにゃ、僕コブロン、南の島は今日もいい天気。もちろん昨日もいい天気だったよ。ふにゃー、叩かないでよー。いやマジか、これ任天堂の闇だぞマジで。ちょっと持ち物をさ、預けられるんだったら預けたいね。バイバーイ。Thank you for watching. Thank 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 you for watching.